こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、キングさんの、デロリアン。問題は、なぜ毒が入っていることに、気づいたのか。それでは、どうぞ。私はあなたにとって必要じゃなかったの？一緒に過ごした時間、あなたは何を感じていたの？あなたの家庭を壊すつもりなんて、全くないのに。宿った生命は、私一人で育てて、でも、お父さんは私たちを心から愛してくれている、そう言いたかった。なのに、なんで？私が好きになったあなたには、奥さんも子供もいた。私のバイト先の先輩、それがあなただった。仕事がうまく覚えられなかった私を、いつも優しく励ましてくれた。私はあなたに喜んでもらいたくて、必死に仕事を覚えた。あなたは自分のことのように、喜んでくれた。だから私は、もっともっとって頑張れた。あなたが家庭の話を、しているとき、どうしようもなく辛かった。でも、気持ちを殺して笑顔を続けた。私は、あなたに向かって気持ちが走っていて、それはもうブレーキが効かないことに、気づいてしまった。でも私はあなたを、あなたの家庭を困らせたくなかった。私は笑顔を続けた。君の笑顔は寂しそうだね。あなたのその一言で、私の壁は崩壊した。私は、体裁をわきまえず、泣いた。ごめんなさい。あなたを好きになって、ごめんなさい。あなたは優しく、ありがとうって抱きしめてくれた。私たちは許されない関係になった。あなたはその償いからか、ことあるごとに、プレゼントをしてくれた。花束、ストラップ、銀のナイフ、フォーク、スプーン、ペアカップ、絵画、ワイン、ピアス、ぬいぐるみ、写真集。その気持ちが嬉しかった。おめでとうございます。10周目です。素直に嬉しかった。私は少し悩んだけど、あなたに話した。あなたは少し黙った後、いつもの笑顔で、お祝いしよう、って言ってくれた。私は、目いっぱいの手料理を作った。あなたは美味しいって言ってくれた。けれど、私たちのこれからのことは話さなかった。食後に、銀のスプーンが入ったペアカップに、あなたが紅茶を注いでくれた。そのスプーンは、今の心を映すように、曇ってしまった。DVD を見よう。彼はそう言って、部屋の電気を暗くした。私は気づいてしまった。その紅茶に毒が入っていることに。問題は、なぜ毒が入っていることに気づいたのか。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。